なんとジャスパーの配信にパッチが当たりました。パッチノートはですね、まずこのノイズキャンセリング機能、はい、これをつけなかった場合、もう隣の家が工事してて、もうすごい壁ドンの音が入っちゃってですね、はい、このノイズキャンセリング機能まず一つ目。まあ、二つ目はですね、まあ、これはストロークに関してなんですけど、部屋が見えてたりすると、まあ、あれかなと思って、これ、不具合で透けてるんですけど、俺の頭。これ、まあ、調整するということで、運営の方から報告があって。はい。もうこれによって、猫ミームが、より、はい、これパッチノートっす。ジャスパーバージョン 3.0 かな、神アップでこれ。ハッピーハッピーハッピー。ノイキャンで拾ってない。じゃあノイキャンをなくすと壁ドンされてるみたいな感じなの。これがあるよりかの、まあ、ちょっと音質は下がるけどこうなっちゃった方がいいのではと。これパッチノート以上となります。ほとんどのゲームで、まあ、部屋が見えた方がいいシチュエーションってあんまりないから、まあ、誰かが来た時とか、あ、こっちでいいしな、そうなったら。あ、メガネもフォットフィックス入りました。最近ジャスパード入りなしのメガネだとコメントが見えなくてですね。はい、ストリーマーとしては、本当に致命的だという運営の判断で、すごく動画強いメガネに、ホットフィックスですね。まあ、ちょっと見栄えは悪くなってしまうんですが、どうしても。まあ、ド入りのメガネに変更ということで。まあ、ジャスパーパッチ 3.0。まあ、パッチ1は手元出し配信ね、静止が高すぎて静止画だと言われてましたけど、パッチ 2.0 で、なんと東京に来て、まあ、顔出しを始めると。リアルでやる、その顔出ししてなきゃできないこともさ、共有して楽しみたいなと思ったから。3.0 でなんと、すごいクオリティの低い10日って。すごい、もう透けてるもんな。ゲージ見えるもんな。だって。ちょっと剣見えるもんね。ほら。俺の頭から。剣見えるもんね。ちょっとだけ動いてんのが。頭の中で俺の剣動いてんだよ。はい、髪型アップデートされてません。俺も衣装チェンジしたいけど、エッチな。水着フォルムいらん俺の。いらんか。まあでもいる人もいるからな。まあティア3サブスクライブでファンティア。ファンティアで限定で公開するか。まあでも別にこれになったからといって、まあ、何かできることが増えたというわけではないですけど、 UI が大事なゲームとかではね、こっちの方になるかもしれません。まあでも部屋がないと寂しいよって人はね、まあこっちもあるんでね。はい、時計ちょっとなくなっちゃうんですけど、時計なくなるのちょっとでかいか。ジャスの時計で時間確認してたのに、ね、何でもできるでしょ。配信見れる環境があったらどこでも時計確認できるでしょ。レディ諦めてないよ。ちょっとマスター行ってからすぐ追いつこうかなって感じで。はい、ホラゲ確定やん。ええ、ホラゲギブしないですよ。VCT ウォッチパしますか。まあでも普通に見るのは好きなんでね、やってほしいっていう望む声がたくさんあればやりません。本当にたくさんの応援あればあるほどやりません。義務ウォッチパになるの嫌だからね。あとね、こういうのもあるよ。追跡してくれるっていう顔。このパッチ、あったんだけど、実装しようかなっていう、弊社の方でも、議論はあったんですけど、酔うっていう、あれが出ましたね、意見が。これはね、搭載されませんでした。あとね、アイコンタクトって言ってね、カンペを読みながら配信するってのはあんま良くないじゃないですか。常にこうやって、カメラ目線でね、話してた方がね、印象がいいということでね、どの方向を向いてても、カメラ目線になるっていう。下を向いてても今下向いてます俺。カメラ目線で、できることが決まる。はい、これカンペ、紙をここで見てても常にカメラ目線で、できるということで、はい、これもあったんですけど、まあこれは、まあ、常にやる必要ないのかなと。ストロークをしながら常にカメラ目線っていうのもおかしな話なんで、ね、アイマスクみたいなんだよ。こうストロークをこうプレイしながらでも、まあできるっていうのもまあいいことなんですけど、まあ常にカメラ目線ってのはまあ視聴者の皆さんにね、いいイメージを持たれるかもしれないんですけど、まあストローク中はまあ、いつもよりいいじゃん、言うて。オールやん。3日寝てないやん。すごくないこれ。横向いててもカメラ目線なんだよね。ということで、ジャスパーパッチ 3.0。結構大型アップデじゃない ?2.0 に比べたら。いやー助けて
いやダメダメ、あっ俺が殴られてるみたいこうなってない俺が殴られてる、ワイプを押せ俺がボコられてない、これ2発目までは確認した方がいい。ええー、って